はい、皆様ごきげんよう。今宵も美淑女チャンネルへようこそいらっしゃいました。今日は私の昨日のソロ活をご紹介したいと思います。昨日はですね、私ちょっと初めての場所に行ってライブをしておりまして、こちらが昨日の私ですね。これは最後の曲、アイコのボーイフレンドを歌おうとしているところです。昨日はこんな感じで、ジャンパースカートで少しラフな感じの私で、美淑女ライブを行ってきたので、なんとなく私もその服装によってなんかいろいろ気分が変わったりするんですね。なので、ライブでは結構服装に応じた感じの曲だったり、なんか動きになっちゃうので、すごくこれ最後なんかね、ハイテンションで、なんかすごい、お酒は全然飲んでないんですけれども、ノリノリの感じの、すごいエッツに入った不思議なテンションになっちゃったんですね。なのでこれもうちょっとアップしようかどうしようか今、悩んじゃったんですけれども、まあでも面白いので、またアップしようかなっていうふうには思ってるので、もしアップしたらちょっと引かないで、見てあげてほしいなと思います。すごく多分、もうこれ最後の曲なんですけれども、すごくなんかリラックスしちゃって、なんかノリに乗ってます。今日はね、またちょっともうバテてゆっくりしてるんですけれども、っていう感じですね。一応お見せしておきました。で、その後ですね、こちらラクーアの方に来ました。東京ドームのあたりですね。動画を撮りました。ね、せっかくこれ本当はね、噴水がこれバーっと、動画回す前まで上がってたんですけれども、動画回した途端噴水が終わっちゃったんですね。すごいショックだったんですけれどもね、まあ、しょうがないかなっていう感じで。こんな感じで、まあ、なんかイルミネーションっぽくなってて、綺麗でしたね。こんな感じですよね。これメリーゴーランドですね。やっぱりメリーゴーランド見るとなんかお写真を撮りたくなっちゃいます。ね、皆さんメリーゴーランド好きですか？デートとかで乗りました？私は結構デートとかで乗ってましたね。はい、こちらはね、こちらはなんかね、東京ドームシティが結構、割と最近、リニューアルオープンというか、リニューアルしまして、1階のところとかがいろいろお店が変わって、綺麗になって良くなったんですね。で、これ、日本橋にある玉井っていう結構有名な穴子屋さんなんですけれども、そちらも入ったんですね。なので、ちょっと気楽に食べられる感じで、結構美味しい穴子、飯っていうのかな、穴子のお重みたいなものとかがいただけるような感じのところですね。一応ご紹介しようかなと思って撮っておきました。これも何回か行ったけど結構美味しかったかなと思うし、まあ気楽に行けるのでいいかなと思いました。で、このデリー&ディッシュってこのお隣ぐらいなんですけれども、こちらもね、なんか新しくできて、なんかちょっとおしゃれな感じで、なんかいろいろ、なんだろう、デパ地下みたいな感じですね。いろんななんか美味しそうなスイーツとかが、売ったりとかしてるようなところになってました。前はこれありませんでした。で、これが一応左に大きなクリスマスツリーらしきものがあったので、撮ってみました。これはメリーゴーランドと、観覧車ですね。あ、これはなんか自由に座れるスペースみたいなんですけれども、奥にあるのが青山フラワーマーケットです。母がね、お花が大好きでして、結構青山フラワーマーケットって東京にいっぱいあるんですね。本店は青山にあるんですけれども、母が結構好きででして、結構いろんなところにあるので、あるとね、お花を、ま、もちろん買うときも買わないときもあるんですけれども、見るだけでも楽しい感じでよく一緒に見ていました。続きます。